今苫小牧に向かってます。私別行動でまずホッキを掘りに行き、別に動いている、部長とタッキーが、先週に引き続きイワシをやってるはずなんで、そこに合流して行こうという盛りだくさんな一日になると思います。それでは、またやりましたよ彼。え？また置き座をして持ってかれた。竿を持ってかれて。でかさばかかってたっていう。皆さんの助けを借りてあげてもらいましたけど。復活しましたけど。何をしてるの君は毎度毎度。いや前回の。剣道でもさ、色が違うでしょ。違いますよね。多分ね。ピンクスキン。部長のやつ多分チョーク在庫さ。ピンクスキン。ピンクスキン。おおおお。これ長期在庫の方やこれ。長期在庫の方が釣れるのかい？長期在庫でも釣れるよこれ。はい。はい、おっしゃい。こう考えるとさ、一番万能なの角かもしれないよね。ほら、もう32番。長場が釣れてるからよ。イワシ初心者だからね、我々ね。構えてよ。構えよ。来るよ。あれ？来ないね。あ、来てる。来てる、来てる。よし。来ないね。はい、じゃあ竿を戻して。はい、構えて。おーおーおーおお。はい。はい、じゃあ竿置いて。記念すればよかったの。いやいや、お疲れ様でしたね。お疲れ様でしたね。明日も早いから。ホッキ取るより楽しかったんじゃないですか。ホッキはホッキで楽しいんだよ。ホッキは楽しいでしょ。ただね、また震えが止まらなくなる。寒いよな、今日は。絶対に。楽しかったね、今日もね。まだ。いい感じで。ちょうどいい量だね、あれぐらいがね。そうだね。うん、前回は大変だったんですよね。うん、いや、すること自体楽しいんだよ。うん、その後も処理、タッキーしないから分かんないかもしれないけど。処理を考えたら地獄だよね。そう、どこでやめるかっていう自分との葛藤が始まるから。じゃあ部長、今回の釣りはいかがでしたでしょうか。今回は良かったんですが、2週連続で。おお、はい、星何個。星3つで。星3つで。思ったより普通の答えね。よし。